はい、皆さんこんにちは、ミコミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は強化暁投手で、スザクを使ってねやっていきたいと思います。前回のガチャで、スザクがプラコになりましたので、今回使用して、いきますと。で45でね精神ボーナス8がつきますので、まあ、精神もね稼げるキャラになってます。でコツの方は伸びとキレの2種類で、まあ、かなり優秀なコツを持っていて、金徳が脅威の切れ味か怪物脅威、まあ、どちらか選択なんですけれども、脅威の切れ味に関してはパッピーがいますので、今回は怪物脅威を取っていきます。でパッピーのね、プラゴをお借りすることができましたので、パッピーのプラゴ、まあ、いわゆる45でコツイベントボーナス 80% になりますので、いつも取っていた経験点がさらに上がるというところですね。まあ、あとは、暁守る、まあ、虹谷も連れてきて、一応彼女枠でルナちゃんを連れてきてるかなと、あとはタッチも、野手のサブポジを持ってますので、今回連れてきてますと。まあ、これでやっていきましょう。で練習でね最初にコツが来てくれると嬉しい。お、しかも虹谷 OK、 ルナちゃんの評価も上げつつ、キレ、もうキレと脱散はさ5でいいよね。でまたコツが来てない。これとるげいっぱいいるちょっと待ってよ。メンタルはパッピーか。パッピーはやっときたいよね。ルナちゃんの評価も上げられるしな。ちょっとパッピーやろう。回復は若干もったいない気がするけど、伸びだ、伸びももちろん5だ。強化暁台に関してはねコツが少なすぎてもね。え、また来てんな。これパッピーがゲパッピーいるな。やっとこう。一応打倒もできるんで、余剰だね。ゲ負けやがった。余剰減らそう。一応これで余剰が元に戻った感じで、ここは追求しましょう。いくつ ?58 すげえな。あれさっき何のコツ掴んだっけ。全然見てなかった。あ、伸びね。でコツが来てますね。ルナちゃんか。ただ評価がみんな上がるね。ここ確かに他の打倒が微妙だから、ここはちょっとルナちゃんやっとこう。で追求はなしでいきましょう。単純に評価上げ。だから虹谷も今回は普通にドクター系を狙っていきます。北風と太陽、前入れがねファンのが例によってめちゃ速そう。さてなるべくなら余剰だね。よし、変化球練習をしつつ余剰のポイントを下げる。ちなみにスザクもねこれもう無理だよ。げ早かったな。スザクも前イベにはなってます。脅威の切れ味で、あんまりスザクとは全然使ってなかったからな。イベント内容が把握してない。金徳は真ん中が無難だね。上はね根性のコツがつかめるんだけど27減るんだよね。で真ん中だと経験点だけで特に体力は減りませんと。虹谷か、余剰もいるな。どうしよっかな。例によってねカロリーを持ち込んでるんですよね。一回使っちゃおう。早い気がするけど、ただ余剰は先に叩いておきたい。かつ虹谷のコツが取れるのもでかい。だからここは本当はコツじゃなくて練習の方がいいんだよね。一緒に練習しようぜ的なやつ。受けない。体力をマックスに持ってこう。追求する。これでコントロールも OK。 リリースコツを掴んでおくのも手だよな。調子安定は俺はそんなにいらない。なぜなら全員、あ、ちょっと待ってねこれは脅威の切れ味2回目。上はやる気が減るね。下は短期ではなくなるポーカーフェイスコツさん。まあ何するか、冷静に観察する。なるほど、ポーカーフェイス友沢とか連れてきてたら結構いいね。
まあ、ここは変化球でいきましょう。二宮もね割と減らしておきたいキャラなんで、ここはお疲れでいいでしょう。ルナちゃんからは変幻自在を取るんで、で神奈月これは勝手に進んでいくんで特に何の意図しなくても大丈夫だね。スザックが来てるね、西谷も来てるね。ただやっぱり四条はね叩いておきたいんだよね。うーん、西谷のコツを掴んでも結局野手の打倒が上がらないからな。今回はちょっと打倒ポイントを減らす方向でいきました。でコツ、守くん、西谷、これはちょっと 7% だけど守くんでいくか。リリースは掴んでおこう。せっかくコツ1で手に入れたんで有効活用させてもらおう。こんなのコツ4にしたところで経験点の無駄にしかならないからね。あれ、ちょっと待って、早っまあいいか、別に守くんは倒さないとタックが組めないからね。今日めちゃくちゃ上がるなみんな。うわ、体力が減っていく。で早いなこいつも、さすがに前イベの消化が早すぎる。でバッター役、これで脅威の切れ味じゃねえや一番上だった。バッター役だと脅威の切れ味になっちゃうんで、怪物球威どんとこいですね。体力は減っちゃう、ただこれは1でしかつかめない。 99% 確実に死ぬな。急速、よしよしよし、これはもう早い。なんもないね、一回寝ちゃうか。ここはで4条を減らしましょう。若干4条の減りが悪い気がする。立川か、4条ここか。いや、ちょっと4条減らそう、まだ5もあるからな。読まれててもさ、よく虹谷の球打てるよな。うん、八島、あれ、いない、いないね。あ、いた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 、いや早々に倒そう、ほんと幼女邪魔だからな。で告白、もう前2だからね、前2で、しかもルナちゃんを入れてる前2だから絶対間に合うよ。絶対とは言えないけど絶対間に合う。何言ってんだっていう感じだけど、スタミナ、スザクがいるんで、まあ、スタミナのレベルは上がっても全然いいでしょう。で次は六本木だよな。水に流す、いやパピオンもねほんと優秀ですよ。パッピー来たね、誰もいないけど、誰もいないけどパッピーやっとこう。どうする、続けよう。一ノ瀬か、他の人がよかったな。まあ真ん中でいっかな、モテモテとかはいらないし。ハッピー追求で12月の3週は練習と。でここは対抗しよう、まあ、あえて怒りの強化を下げる必要もないからね。ルナちゃん、スザクか、二宮が減らせられる。7位もちょっと多めだね。待ってね、コントロール少し上げて、ルナちゃんなかったっけ、この前は確かポイントをもらったから、まあ、コツをくれるならそれでもいいし、変化球ポイントは足りなくなるからそれでもいいし。お、行こう行こう行こう、エースの威厳、笑顔、タイピン、まあ、回復目的になっちゃったけど、ここは走ろう。よし、技術が欲しい。で緩急掴んで、ルナちゃんははっきり言って追求する必要ないんで、少し
少し変化球覚えますか。忘れるからね。どうする、ちょっと特殊なの覚える、スローカーブとか使いづらそうっすか、スローカーブ。やっぱスライダーにしよう。2球種増やしていこう。なんか前回もそんなこと言ってたけど、虹谷かいいね。ただ減らせられない。六本木減らしておきたいんだよね。ちょっと六本木やろう。根性ここできちゃったか。まあ、いや球速だな。少し球速も上げておく。3は掴んであるからね。小吉か、危ない危ない。小吉でもこれだけ経験点くれるからね。大凶じゃなければいい。ルナちゃんは144まではいい。ちょっと上げとこう。まあまだ2回目まで進んでないけど、あー怒りか、球速こそ欲しいね。やろう、つくもも減らせられるし、急速コツはもう完全に掴み切ったな。もったいなかったな、ここでやっとけばよかった。1の世界野手が良かったな、どうせなったら。1の世もなんかそれなりだからね。急速ってちなみに次のランクいくつなの。ゲー持ってかれた。パワーは A あるからな。一ノ瀬ってそんなパワーあるように見えないんだけど。低めがねあるから、なんていうの、低めが良くなるスライダーとかやりたいんだよね。下に落ちる変化球だと下の方にカーソルを合わせると結局ボール球になっちゃうから、あんまり低めを生かせない。一ノ瀬のカウントとかいいよ。ゲー、しかもあれ今のは特になんでもない。タイピンどうする、ゴンなってるし。じゃあいいか。え、怒りってどんくらいポイントくれんの。81、結構くれんな。普通に練習するよりはくれるね。まあ、ダブルタックとかは抜かすけど。あー来週かー、どうしよう。いやこれやるでしょ。いや全然やるでしょこんなの。いやこの体力量きついよね。さよなら。でコツ、虹谷か、五十嵐は1になる。つくも六本木、あここの人たちみんな減ってないな。これちょっとチャンスだね、やっとこう。やっぱり多少ね打倒ポイントも気にしないといけないんで。 OKOKOK、 監督の評価が上がってくれたのは。結構下がってるからね監督評価。1の瀬は倒せない、三本松も倒せない、八島も倒せない、悪くはない。ゲー、ここだな。五十嵐は倒せちゃう。復活今回ないからな、できれば取りたいんだよな。ただあんまりね、いや悩むな。ダブルタックスタミナ少し増やしとくか。攻めて D よし、こっからあとはスタミナは直上げでいいや。スザクはねスタミナプラスそれなりにあるから。ストレートを磨ける。よし、カチューンからのコツがあるね。五十嵐が倒しちゃう。八島とか倒していい気がするんだよな。パッピーか、守備で敏捷ポイントを稼いでおきたい気もするね。今の打倒状況ってどうなの。全然打倒してねえ。2人しか打倒してない。まあ八島さすがに今回走者釘付けは無理だからね。邪魔なやつはどんどん倒していこう。
そこからスタミナ1のセット7位か。調整したいな。六本木五十嵐か。ちょっと微妙だな。全てが微妙だな。だってもうスザクとかさコツくんないっしょ。キレも5だしね。ここはお出かけだな。デート案件。体力もあるし、体力があって何もない時が一番いいんだよね。やっぱりでどうよ。二宮三本松か。ここでも悪くない気がするんだけどな。つくもがすんげえ上がりそうだな。いや倒そう。二宮倒して三本松倒してみんなすんげー上がってる。で7位とつくもか。7位とつくもをマジ最優先に。1の瀬はな取っときたいよね。7位を減らす。喧嘩が始まったでやんす。もうこれはデートだな。2回目、体力を回復させよう。まあ、ポイントはねくれるからね。よし、また調整7位。これは2人減らせられるか。そうだな、こっちにしよう。六本木って何くれんの。ああ失敗した。つくも臨床ポイントを取っておきたい。最近ちょっとあれだね、コツをつかんでない気がするけど、まあ初めの方に割とコツはやってたから。げっ、もう3年生になってしまったよ。どうする。これで何人になるの。 1,2,3,4,5 人か。まだ5人もいるの。結構やばくねえか。一ノ瀬倒しちゃう。一ノ瀬倒すとみんな減るからね。一ノ瀬倒しちゃうか。ハッピーだし、よしこれやろう。さらば一ノ瀬。コツ的には全然悪くないんだけど、しょうがない今回ばっかりは。よし、ぜひ気持ち下がった。あと邪魔なの誰。1回で一応全員揃えば1回で倒せんな。倒して。4人とか夢だよな。お、これはいいところに来てくれたね。誰でもいいよ別に。あんま内容変わんないよね誰が来ても。どうする。7位を倒すと、でもつくも左キラー、3が6になるのか。あれ、つくもって左キラーだよね。左キラーは取れなそうだけどな。監督評価意外に低いな。4人はでも現実的じゃないんだよね。まだ4月の3週とはいえ、まあいいや、倒しちゃおう、しょうがない。今回は7位は倒します。3人狙いでいこう。やっぱりうん、全然大丈夫よ。あとはもう調整しつつだな。3人揃ったらぶっ倒したいから、コツを最優先に取っていくか。経験点的に2次第。ゲッ、奪三振とか、すいや、まだだった。
これはもうコンピューターにお任せ。スライダーは7にして、じゃあどうせだったら進化か高速進化とかにする。あんまり取らない高速進化で、球速を152とかにしておこう。コントロールも B にしておく。あとは同時だと3人同時でかいよね。そうすると よしひとまず勝った。これも五十嵐くんだね。あんまり打倒が下がってもしょうがないんだけど。いや全然ばらけてるわ。3人だよね。まあ、つくもも大丈夫だから、ここは普通に追求してコツをゲットしつつ経験点、まあ、一応試験受けますか。マインドブレーカーがあんまり進んでないけど、マインドブレーカーがあまり進んでないのは助かる。球速を上げられるからね、少しでも確率を上げていきたい。マインドブレーカーのこれ大丈夫でしょ。よし、球速152だからな、確率的には悪くないと思うんだけど、いつも144でやってるから、次どのランクまで上げればいいのかっていうのを把握してないんだよね。そこもやっぱり把握しておくか。強化暁台では必要なことだからね。155とかまで上げる？いいね。60。さて1人、虹谷がいるね。これちょっと虹谷でいくか。立川のコツか。立川のコツもちょっと取っておきたい気がするんだよな。虹谷か。虹谷も経験点でかいんだよね。でもちょっと虹谷しようと。すぐ経験点に目がくらむかんな。お、回復してくれるね。いいねって言っても、まあ次追求するつもりだったからどっちでもいいんだけど、もうこの2人もどうでもいいよ。経験点だけちょいちょいもらっておきましょう。碇くんがいるけど、やっぱ重ならないね、なかなか。2人1人。じゃあパッピーにしとくか。最後の最後まで狙う、これやめとこう。やる必要はあんまりない。ここ頼む必要ないよね。何にもならない。球速じゃ155、これにしとこう。なんとなくキリがいいから。あ、3人来た。よし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 、いけるよね。おお、いいね。ここはもう迷わずよ。てかさ、ルナちゃんのデッド進んでねえや、まだあんまり。で、五十嵐、六本木、つくも、五十嵐以外の金徳が分からん。五十嵐は復活 OK。強心臓か。悪くないね。まあ、だって、結構。結構どころじゃねえ、精神やばかったなこれ。溢れるとこだった。左キラー重いけどね、しょうがないよね。せっかくだから掴みましょう。で、伸びもいけるでしょ。で、キレも取っちゃうでしょ。で、精密機械もまあ重いけどしょうがない。技術が一気に減ったな。で、骸骨がなさすぎだなこれ。ドクター K もまあ重いは重いね。すげえ技術不足だな。技術がない。パッピーが必要だ俺には。パッピーで技術を稼ぎたいけど、
立川。どうだ、マインドブレイカー。ちょっと待って、マインドブレイカーってさ、よくよく考えたらさ、どんくらい必要なの。敏捷必要だよね、やっぱり。しまった、敏捷ポイントがない。ミジタにやりたいけど、デートも進めなきゃいけないし。3回目だよね、次。いや、ダメだ、やっとこう。敏捷が足りてない。変幻自在もさ、緩急1しか掴んでないからね。やっぱりつくもの左キラが重すぎたんだ。200いくつだったからな。いや、でもせっかくさ3人打倒したんだからさ、金徳は抑えておきたいよね。一応155の BB で、危ねえ。基礎能力的にはだからもうこれでいいんだよ。無理にコントロールを上げる必要はない。あとの技術は金徳に回す。金徳っていうか特能に回す。変化球2人。いやー、 13% か。どうしようかな、カロリー食っちゃう。よしよしよし。さらに、さらにちょっとやりてえな、スタミナ上げてえな。敏捷あと絶対使うやつってある？ポーカーフェイスとかさすがにいらないから、奪三振だけとりあえず取っとこう。カチューンもまあ取っておこう。で、復活も取っておくでしょ。いや、減ったなー、マインドブレーカーだけか。あと、まあ、まずはちょっとルナちゃんのデートだな。カラデートがあるからね、置いとくのは怖い。よし、ここはいけるでしょう。サクッと、ガチサクッと。進化、よーし、オッケー。まあ、二宮がね、キャッチャー丸ないとはいえ、ここら辺の能力だったらなんとかなるね。で、どうする？でもまあやっぱりちょっとルナちゃんだね。ルナちゃんは怖い。で、ここは下。まあ前回やったから覚えてる。変幻自在と、守るくん、パッピーだな、これは。ちょっとパッピーだな、パッピーでいいよね。いや、ダブルタック来てるけど、これパッピーマジで技術足んない。精神は足りてる、精神は足りてるんだけど、技術がマジで足りてない。ここどうする、ピンちゃんでいくか。で、進化も6にしておこう。よし、オッケー。で、よくよく考えたらさ、脅威の切れ味とさ、マインドブレーカー用にもさ、敏捷を稼いどかなきゃいけないっていうことだった。こっからずっとちょっと守備練だな。
技術はもう守備で稼ぎ出すしかない。一回メンタルを挟んであとずっと守備連だな。あと2回守備連できるよね。そうすると脅威の切れ味っていくつだったっけ、使うの。よし、 OK。 まあもうただ脱散はね抑えてあるからね。いやもう無理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 、とりあえず守備でマインドブレーカーの分を確保する。体力的にさどうだこれ、きつくねえか。ここはピンちゃんでいこう。で取れるときにマインドブレーカーをゲットする。2しかないわ。普通のキレは取ったよね。ちょっと変幻自在掴んで普通のキレは取ってある。やばいな、脅威の切れ味を抑えられない可能性がある。カロリーバーはもう食い尽くしたからね、回復はできない。でだここはもうメンタルやるしかないでしょ。で次に守備連でいくつまでいく。えここも嫌だな、ここちょっとチャンスでいこう。また7失点とかしそうだからな。精神ポイントがすっげえな。打たれ強さ取っとく。まあこれだったら全然いいでしょう。さてさてさて、これ大丈夫だよね。もうこれ全部無視だよ無視。3波で8。マジで脅威の切れ味がいくつ必要なのか分かんねえ。ここも勝ちたいからな、チャンスでいこう。甲子園優勝できればそれでよしと。あとはマジでマジで脅威の切れ味。マインドブレーカー取るときやっぱり多少敏捷ポイントを稼げるキャラを入れた方がいいね。もう脅威の切れ味だけがマジで気になる。ルナちゃん尻上がり。パッピー、ちなみにパッピーってこれ絶対1なの？なんか絶対1っぽいよな。経験点9500、経験点はかなりいったな。問題は脅威の切れ味よ。9マジかよ、取れなかった、悲しすぎる。しょうがないよね、その分左キラーを取ったからね。左キラー技術使いすぎたなマジで。じゃあ、尻上がりせっかくだから取っておいて、ドクター K も掴んで、逃げ玉掴んで、技術が減っていくな。で、変化球は、まあ、7にして、ツーシームも取れないね、そうすると。微妙に変化球を使うやつって、あと内角でも取っとく。
で、スタミナが上げられるから S にしとこう。他超スローボールとかもさすがにいらんからな。闘志、いや根性って取ったんだけど、取ったか。闘志つかんとくか。じゃあで他は何がいいかな。急速安定敏捷を使うからこれにしとくか。安全圏先生、あ順応にしよう。あとはポーカーフェイスはもういらない。あとはまあスタミナ上げてコントロール上げてという感じですね。 S 級か。これさ脅威の切れ味いや脅威の切れ味があったらちょっと分かんなく、あ分かんなくないや。ちょうど S 級180だからちょうど S 級になったところか。という感じで、まあやっぱり強化暁はね、まあ投手 SS も目指せる高校だと思いますので、マジでガチで詰めるんだったら、まあ金徳4つとかね。まあ今回ね多分骸骨の編成が良くなかったね。骸骨がなんかあんまりなかった気がするんで、まあここ止まりだったんですけれども、まあ悪くない悪くないというところでマジで脅威の切れ味だけ惜しまれる。あと敏捷1っていうところね。まあこんな感じで、じゃあ今回は終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。